はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容や感想をレビューしていますで、普段読む本はビジネス書が多いんですけれどもその他のジャンルについてもこの動画の説明欄に再生リストにリンクがついてますのでよろしければそちらをご覧ください 今日ご紹介する本はこちらの昨日も22時に寝たので僕の人生は最強ですというタイトルの本にあ、すみません、無敵ですですねというタイトルの本になりますで、この本確か、えー、とまあメディアか新聞か何かで話題になっていたような気がしたので購入しましたで、実際にまあメルカリとかアマゾンの、えーまあ、中古品の取引を見ても結構話題の本なのかなというふうに思いますで、内容としてはですね、えー、とまあ早起きの本です一言で言うとで、えーと、その早起きに関してまあ何か 医学的な論を説明をしていいるというよりは、えー、具体的に、えーまあ、特にビジネスマンがですね、えー、日々の生活の中に早起きっていうのを組み込んでいくのにどうすればいいのかっていう、まあ、実践的具体的な内容が Tips で書いてあるというような内容でしたで5章、えーまあ、立てになってまして、まあ、早起きのメリットそしてどうすれば早起きが続けられるかで続けられないのはどういう時かどうすればいいのかで、えー、とあとは4っ これビジネスマン特有だと思うんですけども飲み会と早起きの両立で最後にその具体的に早起きで人生が変わった人たちの具体で紹介というような構成になっていますでえっとまあ、私自身ですねその早起きをあのしている時期もあればしてない時期もあるんですけれどもやっぱりあの本来習慣、まあ、こういう毎日起きるイベントまああの行為については習慣化した方がいいかなと思って購入した本になりますで私が面白いなと思ったところとかいいなと思ったところを今日も3点ご紹介できればと思いますで でまず1点目はですね、えー、と平日に時間が作れるということがまあその早起きの大きなメリットであるということが書いてあります。でまあ、これはですねあの今改めて説明するまでもないと思うんですけれどもまあ,あの特に日本のサラリーマンはですねあのー 時間がないということをまあ,あの切に感じています。で、私はまあ日本以外の国で働いてた経験もあるんですけれども、えー、とやっぱりですね、日本のサラリーマンっていうのは、もうへ特に平日ですね、まああのなかなか土日出勤という方はいらっしゃらないかもしれませんけれども、まあ週1日働いているその日はですね、えっ、ー、と時間が取れないという方が非常に多いです。で、やっぱりはっきり言って残業が多いんですね。で、まあそういう環境の中で、じゃ何とか残った少しの時間の中で自分のやりたいこと、やるべきことっていうのをやっていく。 行こうと思うと、平日に時間を作るしかないと。で、じゃあ、どういうふうに作るんですかっていう話になったときに、やっぱり夜はどうしても、まあ。 あのまあ、家族との時間、まあ、これは犠牲にしていいというわけじゃないんですけれども家族との時間であったりとか飲み会だったりとか、まあ、あと残業っていうのは後ろがないんでどうしても時時時時まままままままででででととと思思思っっっっててててもも残残業業してしししたたり、りいいうことがあると思いますで。そういう日々の生活の中に、まあ、朝の時間っていうのを組み込んでいくことによって、まあ、平日に、まあ、例えば語学の勉強をしたりとかギターの練習をしたり、まあ、仕事で必要な知識を蓄えたりですね、まあ、そういうことができるんだよっていうことが、まあ、メリットとして書かれていました。 まあこれは今更言うまでもないんですけれども、まあ、あの非常に大事な視点だと思いますこれ常に忘れちゃいけないと思いますで、えっと、2つ目ですねでこ,ことについて説明されていますでこれはさっきもちらっと言いましたけど私が早起きをしている時期に特に気をつけて取り組んでいることでまさにあのそうだよねっていうふうに思いながら読んでいたんですけれども早起きをするためにはですね早寝を 徹底すするとということで,すで早く寝るその寝る時間を固定しないと絶対に早起きはできませんでこれはそのこの本の中にも書いてあるんですけれどもあの頑張らなければいけないのは毎朝5時に起きること、まあ、この本の中では22時に寝て5時に起きるということが推奨されてるんですけれども5時に起きることを頑張るんじゃなくて22時に寝るということが書いていここからちょっと私の、まあ、最近思っていることの えとまあ理論というか私の思っていることになってしまうんですけれどもあの人間はですねこれまで、まあ、あの何千年という歴史の中でですねいろいろ進歩を遂げてきました例えばあの携帯電話であったりとか、まあ、インターネットであったりとか、まあ、素晴らしいこう発展を遂げてるんですけれどもじゃあ人間という形この身長であったりとか体重であったりとかまた睡眠時間っていうのがこの数千年の間で大きく変わったんですかっていう視点を持った時にですね おそらく大きく変わってないと思うんですよね。多分昔の人間は、じゃあ20時間寝ていたとか、えー、3時間しか寝てなかった、そういうことはないと思うんですよね。その人類平均として見たら、まあおそらく5時間から9時間ぐらいの間に入っていて、まあ平均は多分7時間だっただろうと。まあ今とは生活スタイルが絶対違う時期もあったと思いますんで、まあ多少の前後はあったとはいえ、多分倍半分も違わないんですね。で、そういうその人間の特性、まあ生物としての特性を考えたときに、いくら世の中が発展していこうようが、 えーまあ、原始的であろうがですね必ず睡眠っていうのは、まあ、7時間ぐらいい必要だととうことなんですよねで、まあ、何が言いたいかというと、えっと、睡眠が7時間必要であるということは、えっと、5時時に起きよううととと思ったら22時に寝るしかないということですねで、まあ、つまりその睡眠はもう絶対7時間必要なんだと気合とか根性で24時に寝て5時に起きるっていう生活が続かないんだという前提に立って考えると、まあ、22時を死守するっていうことが、まあ、早起きの習慣化に絶対に必要だと。 いうことですまあ、これは非常にあのまあ、多くの人が勘違いしがちで結構気合とか根性のになってしまいそうなので、えーとまあ、大事な点かなというふうに思ってご紹介しました。で最後3点目なんですけれどもこの本の中では「シンデレラルール」というふうに呼んでいますが、えーとまあ、ちょっとですねそのサボる余地っていうかマージンを残しておくということですね。でこの本の中でなぜ「シンデレラルール」って言ってるかっていうとえっ、ー、とこの本は22時に基本的に寝ましょうということを推奨してるんだよ ですけれどもやっぱりどうしても日々の生活の中でそれが100%徹底できないことってあるよねということです。で24時っていうのはまあシンデレラが、えっと、舞踏場から出ていかなきゃいけない時間ということで24時シンデレラルールっていうふうに言ってるんですけれども、えっと、あのその24時まではじゃあ許しましょうということがまあ具体例として上がってます。えー、つまりその22時に普段基本的には寝るんだけれども何かイレギュラー上がった時とかどうしても外せない飲み会が入ってきた時は24時まで OK なんだっていうシンデレラルールを設けると。 いうことですで、す。これは何がいいかっていうと22時で絶対に寝ようっていうふうに決めてしまうとちょっとさっきの「 あの説明と矛盾するところがあるように聞こえるかもしれませんけれども22時で絶対というふうに固定し,まうしてしまうとですね必ずそれが破綻する日っていうのはどうしてもあるわけですでその時に「ああ駄目だった失敗したもうダメなんだ」っていうふうに思ってしまうとどうしてももうそこで習慣化の意思まあ,あの意思というか自分の中でモチベーションとかインセンティブがぐーっと下がってしまうんですねでそういう時にこのシンデレラルールっていうのを適用してまあ1ヶ月に1回だったらいいか。 とか2週間に1回だったらいいかっていうふうに、えー、と厳しめの甘いルールっていうのを設けてやることによってその自分の中での,、まあ、あのモチベーションとか、えー、インセンティブを折ってしまうことなく続けられるということですね。で、えーとまあ、やっぱり最初は完璧じゃないので毎日22時っていうのは難しいんですけれどもこの「シンデレラルールを」を、まあ、1ヶ月に2回っていうふうにこの本の中では推奨してますけれども設けておくことによって。 100点ではないんだけれども、まあ、90点っていうのが続くで、その90点が95点になって、95点が99点になってっていう風うにまあ、習慣化していくという風うにまあ、あのー、捉えられると思います。で、これ習慣化の時に非常に大事なアプローチなので、このシンデレラルールっていうのはやっぱりこの早起きみたいな。毎日ある習慣に対しては非常に有効なんじゃないかなという風うに思っています。はい、今日ちょっと長くなりました。けれども以上になります。で、よろしければ、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと励みになります。 それではまた明日以降もよろしくお願いします。